然ホルモンを学ぶなく異常な発育を示すことが我々人間の場合にもあります。そうですね、ここは全てのバランスが崩れた恐るべき世界なんです。これから30年あなたの目はあなたの体を離れてこの不思議な時間の中に入っていくのです。という曲なんですけど、まあその詩というのが、丹波哲郎先生と新倉巌先生とあと義母さんという霊能者がいるんですけど、その人に、承認を得て、書いたんですので、きっと何か、いい句読になると思いますので聴いていってください。サブタイトルが、酒と涙と男と女を意識して作りましたんでね、五反田ピンサロ一度を入れという曲でしたそういう曲ですので楽しんでください。
その場所で、彼もギターが ここにいまして、一生懸命やって、雰囲気についに飲み込まれたというそういうバンドがあったんですけども、今日は、去年の報復戦というやつで、一発ぶちかましてやろうじゃないかと。
今日は卒業生の、中心のコンサートということで、メンバーから今までいろいろお世話になった先輩がいますので、いいことも悪いことも随分教えてもらいまして、それじゃあ一人ずつ行きましょう。じゃあ一番いじめられた栗原君から随分人形にさせられてあ、そうだ、そうだよ、怒りをぶちかましてやれ。そうだそうだ、何さんだ、こういう名詞は。あ、それはいいかな。上よお前、アパート近い、はい、アパート近い。じゃあ4年間どうもご苦労、4年間ね、2年間ね。いや、腹の中のことを言うんだよ、大変じゃない。ご苦労様でした。いや、そうだ、言ってたじゃないか。これからはもうね、社会に出たらもうね、こいつうまっ、いい子には旅を取ってますけど、ないないけど本当にお疲れ様でした。どうどうもお疲れ様でした。生まれっ子世にはばかるという言葉を送って、いつまでも腹黒く生きてください。じゃあ次の曲いきます。Oh,
ラブル。続いて、まあ、野良犬という曲です。危ない曲なんですけどね、ヒットマンという曲です。